おはようございます。はい、おはようございます。見てこの山、ザ山。この前にこれ、いや今ここ来るまでこの林道をね、まあちょっと爆走してきたわけなんだけどさこの車で来るとこじゃないよね。すごかったでしょ。いけるんですかこれ。多分いけると思う。これ大丈夫なのこれ。ほらほらほら来た。これこれさ、ジブニーじゃないからね、なりちゃん。うん、これうーわー、大丈夫、ミラーを壊れるぜこれ。そうだね。そうだねじゃなくてさ、さっきから下ゴンゴン言ってるけど、好きではあるけどなかなか取れ高のない。うわ、岩岩岩岩、山に来ております。果たして釣り場はどこなのか。なんやねんこれ。うわ、あった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 。うわもうこういったぞ今。見て、だって進めないじゃんこんなとこも。うん、さすがにじゃあまあね、この茂みの奥に、まあ要は川が流れてんだけどマジか。そう、今からねそこを打っていきます、はい。まあ、今日本当はね、あの秋田に来て、まあ、ブラウントラウトの方を狙いに来たんだけどまあそうね、ちょっと練習がてら。そうだね。うん、練習がてらちょっとあの岩手の方の川に来て少しあの鳴らしてからちょっと秋田の方に移動してブラウントラウトの方を狙っていきたいと思います、はい。ここにはいないので、ここにはいない、ここにはブラウントラウトはいないので。あれ、クマ鈴はあるよ。あ、そう。うん、俺クマよけは持ったから。そう、俺クマよけじゃねえや、クマ鈴あるある、大丈夫。じゃあ始めていきますか。そうっすね。じゃあ掛け声、掛け声もそうだし、あと昨日散々な目にやってるんで。まあまあでもね、そんなもんでしょ。そう、実はこの2人あの山形のね福浦で福浦漁港で釣りしてたんだけど、まあ見事にあの爆死っていうことではい。まあ釣れたは釣れたよ。そう、生まれて初めてのキス、はい。あの実は俺ら今日2日目ですはい、じゃあこんな感じでやっていきますか。はい、はい。じゃあ Are you ready? あ、違うこれじゃあとりあえず現場の方に降りたいと思います。はい、大丈夫？大丈夫、今のとこ。今のとこ大丈夫？はいよ。今崖下りしてますこれ下って落ちてるの？ね、どうやって行けばいいかな。転がっていった方がいい。うん、それは間違いねえんだけど。俺が上から落ちたら死ぬね。さあ、もうポイントが見えてきましたよと。じゃあね、雨降ってっからまあ釣れるでしょう。マジか、ここら辺が。うん、そう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 、ぜひともここら辺を打つんだけど、ここら辺からこの辺から立ってあっちに投げてこう引っ張ってくる感じ。降りない方がいい。多分魚いると思うから、見えてないだけで。これ晴れてると、これ晴れてるとここら辺泳いでんのが見える。うん、さてと、とりあえず現場になんとか降りることができたんで準備していきたいと思います。はじめ。はい、自分の方は準備の方が終わりました。餌の方はブドウムシをつけてやっていきます。佐藤さんはね、今あそこでルアーの方をセットしてます。で、佐藤さんにはちょっとあの向こうの
白い部分をちょっと狙ってもらうので、自分はこの手前の流れ込みと、あとこの園庭ですね、園庭のところを狙ってやっていきたいと思います。さてと、秋田で釣りをブラウントラウト狙いの前の前哨戦で今日はやっていきます。すごい虫、雨降るとな、これだからな、魚取ってはいいんだけど。お、来たか、あれ来てねえか、なんかうまく流れていかないな、どうなってんだろう、あの付けが、そこはどうなってんだろう。ダメだな、反応がないな。ちょっとこの背の部分を攻めてみたいと思います。ちょっと長いかな、こんなに釣れねえと思わなかったな、昨日といい。なんか先が思いやられるな。来たか、うわ、でもちっちゃい、ちっちゃい、るいるいるいるけど、多分ねちっちゃいと思う。なんか悔しいから釣ってやりてえな。なんだこれやって話だけど。かわいい。いやいや、いるんだけどさ、どうすんのこれ。まあ坊主は免れたけどさ、ということはなんかこの目の前の底にも多分いるんじゃないかな。まあいいや、ちょっとこれはサイズがサイズなんでリリースします。確かに異常なさそうだね。普通こんだけ近く歩けばいればパッて走るんだけど、ここの中で撮れるのね。うん、どうぞ。あ、俺、何かのペイントすごいんだこの。やっと釣れた。あ、今度はまともだね。まともなサイズのイワナだわ。やっとまともなのが釣れた。よかった。はい、無事林道の方に戻ってきました。ああ、いやちょっと山登りして終わったよ。いや、なんか前座というか前哨戦にしてはひどいひどい結果だな。そう、昨日のなんかあれだね、なんかこう負け試合をこう引きずってるような、そう感じだもんね。泥試合っぽくなる。そう泥試合でもないか、どこだけ。お疲れ様です。
いやー、午前中の雨も明けて、はい、なんかちょっと蒸し暑くなってきたわけだけど、そうだね、まあ、無事秋田県の方に移動してきましたよ、はい、さっきまでなりちゃんは脇で爆睡してたけどね。爆睡っていうほどでもないけど、ね、そうか、うん、で、今から、まあ、こうやってね、遊漁券も1日券だけど買ったわけだし、ブラウントラウトの方を狙ってやっていくわけなんだけど、人んち、ここの U字工じゃないよね。じゃないじゃないじゃない、え、どこ、ここまあね、水の音してんだけど、なんかね、普通にこういうところにいるらしいっすよ。まあなんかあの辺とかいても良さ、いても良さそうだけど、まあなんか相当引くし、なんかすごい生活の、あ、生活感あるよね。うん、ここで何ゴミ持ったりなんじゃないかな。まあなんかこんなところに普通にいるみたいなんで、なんだっけ、釣り具屋の人曰く先週なんか大会とかがあって、うん、62センチだっけ、うん、なんか釣れたりとかっていうことらしいので。でもおばあが言ったよ、おばあが、まあ誰でも簡単に釣れるよって言うから、あのおばあも釣ったのかしら。まあなんか誰でも釣れるし、どこにでもいるよっていうことなんで。これで釣れなかったら恥ずかしいんだ。まあ佐藤さんがバシッとルアーで大物釣ってくれるでしょう。じゃあ、ここらのゴミじゃね。じゃあ、はい、早速準備してやっていきたいと思います。Are you ready? また？このくだりだな。はい、自分の方は準備が整いました。餌は変わらずブドウムシを使ってやっていきます。佐藤さんはね、ちょうどあのそこの流れのあるポイントをルアーで攻めてもらって、自分は道路の上からこの場所を攻めたいと思います。果たしてこんな誰でも簡単に、誰でもどこにでもいるって言ってたからね。なんかこの川はこう魚がいそうなポイントが結構離れてるんで、こうやって釣りをして車に乗って移動して、また釣りをして、で車に乗って移動しての、なんか繰り返しになりそうな感じですね。またちょっと移動かな。よし、どんどん場所を変えてやっていきますよ。はい、またまたちょっとさっきの場所から下ってきて人ん家が見えるような場所なんですけど、まあいるとしたらああいうとこなんだろうね。いた、今その下入ってった。うん、あの岩のね、隙間の中に今入ってった。いた、今こっから見えたわ。じゃないじゃない、今ね岩の下に入ってったよ。いた、すごいスピード。いや、あ、そうスーって入ってったよ。行った、お新幹線ではねえな絶対。あら、そう、さっき潜ったあいつかな、そいつかな。お前かい、クラウンじゃないね、ヤマメでした、丸々太ったうまそう、ま、丸々太った、いや、これがこれでいいんじゃない、丸々太ったヤマメだ、お前かい、なんで俺にやこんの、すんげえ太ってる、うん、うまそう、はい、なんかヤマメが釣れましたなんで俺がこうしてる、失礼な、まあ、ぶっちゃけ狙いお前じゃないんだよな。まあいいや、とりあえずなんかヤマメが釣れましたはい、ちょっと餌付け替えます。ちゃうんですけどね。何ちゃう、いや違うよ、今日こいつじゃないんだよ、お前じゃないよ、そう、社長のこいつ、やめなさい、
はい、今時間にして15時、そろそろというかここが最後の場所になるかな、うん、まあ、地元の人のそうだねお話を聞いて、いやそこのおじさんの地元やん地元の人の話を聞いて、なんかねこの川で先週62センチが上がったらしいので、おらいのすぐ脇だって言って、うん、なんかねこの川らしいですよ。でこの川ずっと上がっていくとなんかダムがあるらしいんですけど、まあさすがにちょっとダムまでは行けないので、とりあえず行けるところまでやっていきたいと思います。本命が釣れてないからね、うん、いつものイワナだったりヤマメは釣れてんだけど、本命のねブラウントラウトが、お、もうアタックしてた、マジ今2回さ、パクンってとこで、いい、なっちゃん釣り釣るよ、おう、おう、だから甘い、あまりさあの激しいあれはいらないんだ、ここ見てね、ポコッと今さ、パンパンって、え、何してんの思ったら、勝ってさ、食い気はあるってことだな、うん、起きてね、ほらほら、見た、見てない、こっから見えないんだよね、ちょうど草で、こういや、そういうことじゃないんだよな、うん、うん、手前のこの草でね、見えないんだよね、あ、そう、本当にさ、これに見えるのよ、マジか、分かった、カメラの向きよし、多分ね、あんまりアップの繋いだから巻いてくるだけでいいんだろうね、いや、これ来る前に何かに入れてよいか、ああやって上がってくるんだね、よし、ライちゃんお願いします、マジかよ、うん、じゃあ準備します、はい、準備の方ができました。ちょっと場所が場所なんでロッドの方を5メーター30のロッドに変えました。ちょっと長いロッドですね、どうなんだろう、なんだろう、佐藤さん手前の方って言ってたけどな、当たりがねえな、ちょっと佐藤さんと合流するか、なんだしれっと佐藤さんが釣ったらしいです、よかった釣れて、ずっと粘ってたんだけど、どう引きました、うん、いい感じだったよ、これって思って、これがブラウントラウトってやつですね、もう一回行ってこよう、そこ黒と黒い点々にと真ん中に赤い点々が入ってちょっといつもイワナとかヤマメで見慣れてるとちょっと不気味に感じるんだけど、いやでもあれだよね、狙った魚が釣れると嬉しいね、さっきハヤだっけ、そう本命でも、うん、一シーンないんですよね、どっちもないんです今俺佐藤さんあれどこ行ったかなと思って、車に戻ってるかなと思って、あそこのほらなんだっけ、あの二人ベテランさんの車のとこから降りて、あそこ投げやすくてさ、 あそうなんだ、うん、行ってみる、そうだね、じゃあちょっと釣れたところに行ってみますか、うん、ちょっとヒットシーンが欲しいな、ブラウントラウトの、はい頑張ります、はい、さあ時間は4時半、もう間もなくタイムリミットです、もう本当にこれが本当に最後のポイントです、まあもう国道、107号線沿いかなの川で、まあもう上ガンガン車通っているんですけど、ちなみにこの目の前にあるのこれ雪です。さあ佐藤さん今度こそヒットシーンを見せておくれ、ダメ？うん、お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、ヒッ
どい目にあったね、この2日間。まあ、1日半ね。ああ、まあそうね、1日半。車にも止まったしね。ああ。頑張ったよ。昨日の山形での、うん、そうだね、キス釣りから始まり、で今日のブラウントラウト狙いに終わったわけですけど、はい、散々な目があったね。まあ、そういうこともあるね。初めてだよ、遠征して遠出してここまで釣れないっていうのは。超過あるじゃん、まあ、一応ね、まあ本日の超過がこんな感じなんですけど、一応これ一番下がイワナ、真ん中のこれがヤマメで、これがブラウントラウトということで、まあ一応3種類。そうそう、キスも釣ったんだけどね、本当にね、こんな。そうそう、でもっと今から爆笑してどうしようと思ったら、一気に下げ潮で釣れなくなったんだよ ね、うん、でしかも取ってないって、ね、そうそうまあこんなサイズやられてもね、それもサーフロットですね。ね、まあ、あやなくお蔵入りですよ、キス釣りの方は。俺ひでえなってことで、お蔵入りで。俺の中残ってる、多分少し。マジで、うん、う上がってるかどうか分かんないけど、あとはほら、奈良さんの編集力にチラッとやって上がってないかもしれない。でも奈良さんの顔入るかもしれないし、おい、これどうやって編集するんだお前、みたいな。いやー、なんか本当に苦労ばっかして、実りは少なかったですね、この2日、いや、1日半。こういうもんですよ、人生はね、大ちゃん、なんでもね、うまくはいかないんです、計画通りにはいかない。でも、久々だよ、あの、本当こんな感じなの、渓流行ってまあ、とりあえず、今日はこんな感じで、はい、終わりになります、はい、じゃあ次の動画で行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。